桂浜水族館に新しいスターが誕生したそうなんですが、どこでしょう。飼育員が抱っこしてるあの子じゃないでしょうか。かわいい。かわいい。こんにちは。こんにちは。わー、目がクリクリ。この子は7月13日に生まれました南アメリカオットセイの赤ちゃんですよ。かわいい。すごい好奇心旺盛ですね。そうそう、まだまだ赤ちゃんなんで、いろんなものに好奇心旺盛、元気いっぱいです。たまーん。かわいい。ひょっこひょっこ動いたり、うわ、これはかわいいわ。上手にお腹をかいたり、いやー、かわいい。かわいい。かわいい。夫正解の超イケメン父記念太。これイケメンなの？イケメンらしいです、はい。母クオの間に生まれたオスの赤ちゃん、まだ名前はありませんが、赤ちゃんのバブと母の名前クオを合わせてバブックーと呼ばれています。三山さん、呼んでみてください。わかりました。バブックー、バブックー。いい返事でした。現在の体重は 4.59 キロ。赤ちゃんの寝床があるのが水族館のバックヤードです。あ、これあれ、はい、お母さんの母乳の分泌量がそのあんまり足りてないなっていう判断に至って、子供がその栄養失調になったりとかっていうのが考えられたんで、人間の手で育てる人工保育っていうような形を取らせていただいてます。桂浜水族館初となるオットセイの人工保育を決断しましたが、難しい点も。この子、哺乳瓶からあまりミルクを飲んでくれないんで、管を直接胃の中に入れてミルクを与えてるっていう状態なんで。生後6日目からは飼育員が泳ぎを教えています。上手ですね。かわいい、うん。赤ちゃんは早くも人間が大好きなよう。手作りよ。なんかも赤ちゃん、私も赤ちゃんでね。何ヶ月ですって。一緒だなと思ってたと思います。こっちも可愛いなと思います。かわいい。プールを飛び出してお散歩です。暑いからね、うん。おっと、危ない。お、小さい。めっちゃ可愛かった。初めて見た男の子やき、あの強くなってほしい。桂浜水族館では先月27日に生まれたアシカの赤ちゃんも見ることができます。三山さん、はい、どちらがオットセイの赤ちゃんか分かりますよね。ね、耳が尖っててね、毛がモサモサしてる方ですよ。おお、すごい。一回ね、ロケでも行きましたもんね。 A、 はい、A がオットセイ。モサモサしてる。正解、ね、オットセイです。そして解説も完璧。耳が長く、毛がモサモサしている方がオットセイです。なんかそう言うてたもんだって。さすが、覚えてましたね。覚えてましたよ。赤ちゃん同士でもどこが違うやろうかなっていうところを見て比べたりしていただけると楽しいんじゃないかなと思います。まあ、お母さんに負けない愛情で飼育員全力で育っていきたいと思います。オットセイの赤ちゃんは水族館の営業時間中、展示室に出ていれば見ることができます。かわいい。元気にすくすく育ってね。かわいいですね。